こんにちは、谷口浩太郎です。本日はホンダフィット4オーナーが皆さんの言いにくいことを代表して言うという動画を撮ろうと思います。今ですね、子供が風邪をひいて病院に連れてきてまして、まあ、その待ち中で、暇なので動画を撮り始めました。まあ、結構ね、今病院が混んでるので、時間かかっているようです。で、すごい大雨なんでね、フィット買っててよかったって思いましたね。まあちょっとした近況報告超近況報告で、ちなみにうちの車ネスというグレードで、今はなきネスでレアになっちゃったんですけど、クロスターの内装と一緒なんですよ。中がね、見た目は普通のフィットなんですけど、中がクロスターというね、特殊車両じゃないけど、今となっては特殊車両なんですけどね、いいとこ取りみたいな、私としてはね、いいとこ取りだなと思って、すごいいいグレードだなって思ったんですけど、で、まあ、ね、なので今日ね、大雨で、もう座席とか濡れちゃってますけどね、もう全然気にする必要なしみたいな。水がね、そんな染み込むような感じじゃないんで、まあ、いいですね、っていう。まあ、っていうのは、まあ、言いたいことじゃないんですけど、で、この動画で言いたいことは、ホンダフィット4オーナーの皆さんがね、心では思っているけど、あんまり言わないであろうことをね、私がね、代表して言うという。で、まあ、早速言うんですけど、フィット4さ、かっこいいよねっていう。フィット4かっこいいって、なんか言いにくい、なんか空気があるというか、なんか可愛くなったとか、フィット3に比べて可愛くなったとか、ああ、デザインがなんかあれでみたいな意見がなんか多く目にする。それはね、声の大きい人の意見がたまたま見えるだけなのかわからないんですけど、まあそういう意見がよく目にするたびに、フィット4持ってる人はもしかしたら、まあ私含めて、こう思ってるんじゃないかと。いや、フィット4かっこいいじゃんみたいな。フィット4かっこよく感じる人もいると思うんですよね。で、私は少なくともね、フィット3とフィット4、まあ私はもうフィット4持ってるので、バイアスというか、持ってる人バイアスは絶対あるとは思うんですけど、私はフィット4のデザインが結構好きなんですよね。どっちか選べなら、フィット4の方がなんか好きなんですよね、デザインがね。なんかシンプルになったというか、結構昔のホンダのなんかインテグラとか、90年代の、ホンダの車のなんかかっこよさみたいなものがある気がするんですよね。こう飾りっ気がないというか。だから、なんかね、フィット4かっこいいじゃんって思っちゃうんですよ。いろんな意見、なんというか、コンパクトカーの中でも結構かっこよく感じるんですよ。で、写真じゃね、なんか丸っこいんだけど、実物肉眼で見るとね、結構なんか、スポーツっぽい見た目もしてるような気がしてるんですよね、私は。まあ、ね。という、まあ、ホンダフィット4オーナー。みんなね、口にしないっていうか、あんまり言わないけど、自分、心の中ではね、フィット4かっこいいじゃんって思ってる人結構いるんじゃないかなと思って、まあ、買った人はそうですよね。まあ、ね、なので、今ね、悩んでて、買うか悩んでて、でもデザインがって言われてるな、みたいな。自分はかっこいいと思ってるけど、なんか、デザインが悪いって言われてるよなって思ってる人に伝えたい。いや、かっこいいって思ってる人いるよっていう。いや、私は少なくともフィット4かっこいいと思うよっていう感じです。じゃあ、まあ、ただそれだけ。ちょっとね、あまりにデザイン言う、なんか動画がたまによくあるんで、いや、かっこいいでしょっていう。フィット4、別に全然このデザイン好きな人いるよっていうことですよ。無理にね、マイナーチェンジしてね、無理になんかしなくていいよ。なんか、このデザイナーがデザインしたデザインはね、悪くないと思いますよ。という話でした。以上です。バイバーイ。